本日は所長の佐藤先生に代わりまして、一言挨拶を申し上げたいと思います。まずですね、本日の学研費改革の中身に関しましては、この後山本先生の方からご説明ありますが、この学研費改革と、それからそれを担った学術振興会および学術システム研究センター、それから学術全体のですね、構造との関係について少し簡単にご説明したいと思います。学術を支えているのは、もちろん明らかにこの研究者コミュニティであるということは言うまでもないことであります。特にですね、日本の学研費システムというものの特徴は、それぞれの研究者の方の自由で自発的な発想、それを基盤として成り立っている、いわゆるボトムアップ型の研究費支援システムになっております。で、そういう中で、したってこの研究者それぞれの方の自立性、自主性が重要だということは同時にですね、コミュニティとしての共同性というものが同じく基盤になるということになります。で、そういう観点からですね、この学研費システム、学研費システムは全体としては文科省のシステムという側面がございますが、同時に研究者自身のシステムでもあると。で、それを媒介する役割のような形として、学術振興会の中に学術システム研究センターというものが存在するという形でご理解いただければ幸いだと思います。で、ここにありますように、実際、この科研費の審査システムというものはですね、いわゆるピアーレビューと申しまして、審査員、普通の研究者の方々が審査員になっていただいて、審査を担当していただくわけですけれども、その審査員の方はですね、現在、実はこの学術システム研究センター、学術振興会の方に、全部でですね、9万人を超える方々が登録されております。で、その人たちが、それ以上の外側にある研究者全体からの応募を審査するという分担構造になっているわけですね。で、そういう観点の中で、今日の学研費改革ということの観点を少し強調いたしますと、歴史といいますか、経過としましては、平成25年10月に、文科省の学術分科会の方から、それ以前あった、今日まであった材木システム等をですね、基盤とする既存の仕組みについてですね、抜本的な改革を検討してほしいという要請があります。で、そこでのポイントはいくつかございましたけれども、一つにはやっぱり挑戦性と、で、研究そのものを挑戦性を高めていく、で、それから時代の変化に対する学術動向に、変化する学術動向に柔軟に対応できるものにしていくと、それからもう一つがその競争的環境、競争性というものをその審査システムの中にどう取り組むかということであります。で、そういう観点で、センターを中心にしまして、検討をさせていただきました。で、平成25年に、そういう依頼といいますか、要請が来まして、センターの方では、早速、センターの構造を申しますとですね、ちょっと先の方に進みます、ちょっと先に進みますが、この、顔が顔は無視していただいていいんですが、学術システム研究センターは、主任研究員というのと専門研究員というのからなっていますが、その専門研究員の方々がここにありますように、今年はですね、この8つの班、専門班からなっている。で、この主任研究員会議という大きな会議組織がありまして、それで各専門研究班がさらにそれぞれの専門分野について議論していた。で、この今日のこの審査区分の検討と、それから審査方式の検討というものは、
同時にそれぞれの専門的な観点から議論していただきたい必要がございました。で、そういう時にそれぞれの専門班の中にいらっしゃる多数の全部で103名の専門研究がいらっしゃって、ね、それが20名の主任研究がいらっしゃって、でそういう先生方の専門的な観点からのご意見をベースにして今日の新しい審査区分システムというものが、まあ、検討されて、固まってきたという、 こう流れになっています。で、あともう一回戻りますとですね、さっきと繰り返しになりますが、その文科省のこう学習審議会の中の研究費部会および審査部会からのこう要請のもとでですね、学術システム研究センターが審査システムについてこうご意見案を作ったという形になっております。で、そもそもこう学術システム研究センターというのはどういう組織か、どういうことをやっている組織かということも改めてご説明いたしますと、基本的には大きく2つの仕事を日常的に行っております。それがこのまず審査員候補者の選考です。これはまあ先ほど申しました、膨大な年間10万を超える申請に対するですね、審査を遂行していただくためピアグループという形で、専門の先生方に審査に参加していただく、この審査候補者を選ぶと。それからもう一つがですね、その審査の仕組み運営評価等の見直しについての改善の検討でございます。で、今回の審査区分の改善はこの改善検討の仕事の一環として遂行したという構造になっております。で、以上がこう学術システム研究センターが今回のこうシステム改革に達した役割のご説明であります。あと一言だけ申し上げますと、このシステム研究センター現在実は、来年度以降に向けての新しい研究の先生方のこう各大学からの推薦を受け付けているところであります。研究員の方はすべてこう非常勤でありますが、現実に現在こう第一線で研究をこう推進していらっしゃる日本の有数のこう研究者の方からなっております。で任期は原則3年でございます。それから先ほどは審査員を選ぶのが我々の仕事だと申しましたが、こう我々自身は審査そのものには直接は関わらないという形で、利益相反が生じないように気をつけております。あと、顔ぶれは、それぞれの主任研究員の先生方の顔ぶれが並んでおりますが、現在のところですね。それから最後に、お二人の主任研究員からの、ご感想もこのお配りしたパンフレットであります。野村先生は、人文学班の西洋史の専門の先生ですが、学術システム研究センターに来られるまではこう事前に知らなかったけれども、入ってみて、仕事の重要性にお気づきいただいたとかですね、八島先生は科学、化学の方のご専門でありますけれども、こうやはりこういつもは評価の、なんて言いますかね、審査のこう応募者としてやったけれども、この学術システム研究センターに来て、こうそういうコミュニティを支える仕事としての重要性を、お気づきになったという形で、そういう形で学習システム研究センターとしてはコミュニティとそれから科研システムと中間するという形で、仕事をしておりまして、で今回の改革に関してもそういう観点で、仕事をさせていただいたというふうに考えております。以上で、少し長くなりましたけど私の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。